こんばんは。食べてる。おいしい。歌詞から来てありがとうございます。くみちゃん、けいちゃん、ゆびまるさん、ザッキーさん、みるなのこさん、めぐさん、ばんびさん、けいちゃん、チェロキーさん、りこさん、ふうなちゃん、ありがとう。あつさん、みずきちゃん、ひでさん、ゆきまさん、こんばんは。どうしようかな。キャッチから来てありがとうね。ひとみさん、こんばんは。レンタルルーム行くか、プラプラするか。今やってるマックの CM みたい。いや、照り焼きうまいね。うん、ハンバーグみたい。外に出ちゃいました。まあ、多分あっちも今頃ヘイト向けてるだろうけど、うん、荷物ある。なんか意見がぶつかるし、掃除の仕方も違うし、腰痛いって言っても何もなんか言ってくれんし、言ってくれん、言ってくれんっていうのなんか嫌、なんかあれやけど、言ってほしいじゃん。お母さんに泣いちゃったもん。なんかいたわってくれんみたいな。これ、バイテリヤキバーガー。部屋は綺麗に割となってるんじゃないかな。うん、疲れた、今日は。すいません。お腹の衣は私の気持ち、体調と裏腹にもうボコボコ動いてますって感じ。うん、バイテリヤキバーガーです。ありがとう、頑張ったねって。ありがとうございます。もうなんか彼は彼でやっぱ寂しそうだから、友達と過ごしたらいいよ。
疲れちゃいます。元気元気。皆さんこんばんは。もぐもぐ食べるとかわいい。もっと汚いんですけどね、あの撮影してないとか、撮影とか配信めっちゃ汚い。最後ぐらい仲良く終わりなさい。まあでも喧嘩はしてないからいいんじゃない。でもとりあえず疲れちゃうし、疲れちゃったし、あのペラ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 喋りすぎるのもあーと思うし、この辺わかる？みずきちゃん、いや、そこまで公表すんなって思いながら、いいだねとか思いながら、落ちた、ちょっと。辛ラーメン。うん、思い出あるさ。こんばんは。ごちそうさまでした。ありがとう、掃除お疲れ様。お互いにぶつかってもお互いに関心があるからぶつかるのかな。ああね、関心がなかったら見つからないよって感じ。うん、ちょっと今日はマジ疲れてる。ちょっとね、公園行こうかなみたいな。うん、公園。いや、今日はね、ちょっともうコンディションが悪すぎて、なんかせめてちゃんとあの眉毛と口と
チークと髪の毛だけしようと思って。ネックレスもいただいたし、うん、ご飯食べながら見てる。腰も痛かった。腰も痛い、貧血してた、頭痛もしてたのに、なんかあんま痛ってくれないなみたいな、うん、でなんか不満が募って疲れも募ってみたいな感じ。まあっちもなんかいろいろ大変だったと思うんだけど、トイレしたい。雨は降ってない。そうそう、外に気晴らし。なんか友達が来るみたいです。貧血なんかほんと久しぶり、全然なかったんだけど、今日久しぶりにあれおかしいなと思って、最近食べてるのにと思って、うん、なんか変なのみたいな。いてーもん。で、喧嘩はしてない。ごめんなさい。でさ、なんか勝手に話進めるじゃん、うん、マリオに飯買ってきてって言ってとかさ、もうみたいな。じゃあうちどっか行こっかなみたいな、なんか相談せん、そういうの、うん、あ、マリオさんと話してる、よかったじゃん。一緒に寝たらいいじゃん。いや、マリオさん DM してるから、うん、いや、そういうわけじゃない、全然別に。報告連絡相談がなくてみたいな。じゃあ、どうしよっかな。ほうれん草は貧血に、うん、私も妊婦呼吸後期に引っ越ししたけど座ってみててって言われたから、旦那と、あーでも結構うちも寝たりしてたんだけど、見てても全然進んでないから、もうなんかイライラしてきちゃって、なんかクイックルワイパーめっちゃしたり、なんか荷物まとめてたら、なんかちょっとエミリーと俺のやり方違うんだよねみたいな感じで言われて、そっからなんか険悪ムードみたいな、うん、感じ。黒川あいつにいつまでもマックとか別にいいじゃん。じゃあ食べたい時に食べたいもの食えば。
まあいいよ、なんかここで愚痴ってたらうちも一緒になっちゃうし。そうそう、だから別になんか2人とも別に無駄なことしてないんだからいいんじゃないみたいな。うちも無駄じゃないじゃん、クイックルワイパーつって、うん、何の話だよ。目が見えないからね、怖いんだよ車。それ使いづらいからイライラたまっちゃってる。妊婦ちょっとに出させて、心配じゃないのかなって。心配じゃないんじゃない、うちが腰痛いって言っても無視だから、うん、しょうもないコメントは無視します。そうそう、テキパキ見たろう、のんびりリージおしっこしてごめんなさい。食いすぎた。今日帰ろう寝て。どっちでもいいかな。疲れた。とにかく疲れた。TKRT って感じ。TKRT 疲れた。よし。待ってください。芸術家。なんか絵でも描いとけ。ああ、うちの間近くっちゃ近く。大丈夫だよ。わしはマッサージうまい。ルイジさんも上手だけどね。もう少し思いやり持ってほしい。お互いにかな。でも本当疲れちゃった今日は。お腹いっぱい。です。また他に泊まると金金言われる。もう言っとけって感じ。どうせヘイト向けるし、どうせってなんか思っちゃう。ルイージアットどうせみたいな。どうせ。ヘイト向けるし、どうせ暴露するし、どうせあのケチだしみたいな、って感じ。こんばんは。マック美味しかったよ。お腹大丈夫大丈夫全然、ただめっちゃ動くね。めっちゃ動くよ赤ちゃん。なんか最近の趣味がこう両手でこうお腹を触るっていう、洋服の上から。なんかもうなんかさ、あの最初態度を感じた時はなんかこんな感じだったじゃん、こんな感じじゃん、なんかノックみたいな、ポコポコポコみたいな。でも今だとなんかうちが赤ちゃんだとしたらね、うちが想像する赤ちゃんの動きはなんかもう怖い、なんか後ろ葉っぱだらけなんだけどカシャカシャって言った。なんかね
こう腕とか足を使って。え、何？え、虫？怖い怖い。なんかカサ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 って。え、マジで怖い。虫無理なんだけど。なんかね、腕とかを使ってこうグリングリンみたいな感じ、なんかに見える、こうこんな感じで動いとる感じがする。猫わかんない。カマドウマって何やったっけ。カマドウマって何だっけ。フワッチーから女流してってマリオ頼んでる。リーチ帰りません。もう楽しろくさ帰りません。うん、今ここ明るいっしょ。パナソニックさんの言ってることが本当なら、同棲、同棲って感じ。どうせヘイト向けるし、どうせ、どうせ暴露するし、どうせ、どうせ女誘うしみたいな。新やっちゃん好きだった？うん、うちも好きだよ新やっちゃん。ただ連絡できないからね。しない、うん、しないし、できないし、絡まないしって感じ、うん、あ、いつもの冗談？そういうこと？ルイジさんはエミタロちゃんが一番。嘘と冗談の塊。どっちが？ルイジ。別にいいじゃん、名前出して待っちゃってワンワンとかで絡んでんだから、名前出して知ってんだから。かわいいねこれ。あ、ルイージのこと、嘘と冗談。確かに確かに。寒い。信用してあげようね。疲れちゃった。本当に。もう喋る気力もないって感じ。秒で寝れる。から福岡教えない。いや、まあ自分から出てきたからね。
あ、でも黒川入ってるより空気がなんか気持ちいいよ。ここ公園、公園じゃないか、なんかコミュニティエリアみたいな、よう分からんけど、ここ好きなんよ。まあね、まあね、もう疲れたんだよ、お互いに。トイレ座ったら引っ込んだ。大丈夫だよ。家で、なんか友達来るっていうから、じゃあなんか、うち疲れてるからさ、なんか空気悪くしちゃうし、てかうちマック買っちゃったし、二人で仲良く食べなって言って、うちはなんか出てきたって感じ。びっくりするね、仲良くしたらいいじゃんと思って。喧嘩はしてないけど、ずっと険悪ムードで、なんかもう朝から掃除の意思の違いで、掃除の仕方の違い、今後の行方の、食い違い、みたいな。そのまま、じゃあ配信つけようか、少し寒い。だからマスクした。ほっといたやな。ほっといと、今ほっといとる。戻ってきたいなーでなんて、もう今日は誰にも会いたくないんですよ。疲れちゃって、すいません。いや別に行けるけど、なんか突発的にそういうお金使ったらあれやし、とりあえずなんか座ろうと思って。マジ疲れちゃって、わかる？なんかちょっと感受性高い人なの分かってくれるかな。マジでこういう話も本当したくないんだけどね。黒川ハイツ自体がやばいやん、もっともっとさ。で掃除したもんやけん、もう全部がなんかバーって来たみたいな感じ。もうそんぐらいでしか言わんけど、やばくて頭痛いのと貧血で、お母さんに泣きながらちょっと電話したぐらいだもん。ほんと6時半ぐらいに、あーメガさんありがとう、メガちゃん、メガちゃん、ラブの先をブリゲイ、サトマック様、メガさんがいないといけない、スーパーテンクスもありがとうございました、メガさんありがとう。なんかね、でそれでまあ 寝てたんだけど、まあ、とりあえずなんか身なりだけちゃんとしようと思って、頭痛いしちょっと精神的になんか嫌な気分だけど、まあ、最後の黒開発だし、まあ、とりあえず髪の毛なんかネックレスもねいただいたし、髪の毛とちょっと眉毛描いて しようと思ったら、なんか、マリオ来てみたいな、ご飯買ってきてとか言うけん、あ、じゃあそれなら、うちも外の空気吸いたいしと思ってみたいな。まあ別に大したことじゃないんだけど、ね、ただもう疲れちゃったみたいな感じ。感じです。実家にいる時の方が顔色いい。なんかそれみんな言うね。機嫌悪く出てきた。いや、機嫌悪くじゃない。機嫌悪くは出てないよね、なんか。
ゆっくりしなみたいな、楽しんで2人でみたいな感じ。なんかさ、キャリーちゃんがおるときにさ、なんか喧嘩しちゃったのもなんかすごい、なんか自分の中でなんか悪かったなとか思って、うん、うちいない方がなとか思っちゃった。あー、なおさんありがとうございます。なおさんが、なおさんがアラブの席をビルゲイソットバンクさまです。なおさんがいないとやっていけない。ちょいちゃん、なおさん1000円ありがとうございます。温かいものでも買ったと思って、優しい、マジマジ優しいんだけど、ほんと泣きそう、泣きそう、ほんと疲れちゃった今日、うん、ありがとうございます、優しい、ほんとに。ニコリンさんもほんとにありがとう。そうそうそう、そうだよそうだよ、みゆちゃん、ほんとその通り、険悪ムードみたいな。うちは分かってんだけどね、そういうの分かってるからこそ、なんか外出た方がいいなとかさ、うん、ありがとう、本当に。マスクかわいいよね、黒合うねこれね。そうだね、少しずつそういうこと乗り越えてね。マリオさん帰ったんだ。もう少しってかいればよかったのに。全然ゆっくりすればよかったのに。だって気を使ったって、うち外おるのに。あれか、イベントだからだよ。お、あっち開いてるじゃん。眠たくなっちゃった、眠たい。ゼロアンドお迎え、いやでもここめっちゃ居心地いいんだよ。朝ホームレスがここで寝てるぐらい。いや赤ちゃんは大丈夫、めっちゃ動いて元気だよ今。女の子呼べばいいじゃん。じゃあうちも呼ぶ、ここで。誰か男の子来て、来てここ。同じこと言うわ、あいつが変なこと言ったら言って、同じこと言うけん。うん。うちも冗談よ。男の子とエッチしたいし、ワンちゃんも結婚したくねえし、ワンちゃん、あいつと一緒に福岡帰りたくないし、ワンちゃんなんか誰かんち止めて、うん。どんな気分？だからそれがダメなんだよって、じゃああっちに言ってよ。同じこと言いよるやん。なんでうちがやったらそんな怒るん、うちに。何がそれ本音ってどういうこと？ミコさんって人が言ってきたくない？確か、ほら女の子呼びたいって言ってるよって言ってるの。
ルイージ自身の責任はエミタロが背負うことない、背負ってないけどね。田代まさし、太郎まさし、いや、うちムカつくんだよね、そういう冗談とかさ、ペラ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 喋るところもさ、ぶっちゃけ言うと、みんなもさ、喋りすぎとか思うやろ、思うやろ、うちほんとため息つくぐらい、帰って聞いたら早い、考えたら頭疲れちゃう、最初から分かってるけどあいつがいいんやろ、あいつがいいっていうか、もうだって子供生まれるしって感じ、めっちゃイケメン、すっげえ入れ墨めっちゃ入ってる人と、あのタンクトップの、ここ全部入れ墨で、半ズボンでワンちゃん、ワンちゃんちょっと目悪いから顔見えないけど、もうちょっとここいいよ、でもお腹大きいから誰も話しかけてこない、座りんぼしてんのに、立ちんぼじゃなくて座りんぼ、いいじゃん、うちもたまには行って、座りんぼ、女の話嘘だとしたら考えた時間無駄になる、いやもう正直もう今日めっちゃ疲れて考えてもない、本当に疲れちゃったんだって、例えるなら深夜っちょの浅草よりも疲れてる、イケメンっていうか、なんかイエーみたいな、タンクトップ入れずみえみたいな感じ、東京で美味しいご飯たくさん食べたよ、最後に食べたかったなと思ったのはボンゴっていうおにぎり屋さんは食べたかったね、昨日から疲れてる、なんかもうずっと疲れてる、なんか手振ってる感じするんだけど目が悪いから分かんないんだよね、うちに手振ってる感じするんだけど、女の人がほんと目悪いからね、あーそうそう韓国のなんか YouTuber、いや食べ行きたいけどめっちゃ行列なんよ、あー手振ってない、タクシーを止めようとしてんだふとこうしてるからなんだろうと思って、ほんと目悪いんだよHehehe
予約したらテイクアウト。ああね、そうだよ、めっちゃ並んでんだよ。何メートルぐらい並んでるかな、100メートルぐらい並んでんじゃない、そう、自意識過剰。よし、寝るか寝るか。うちは喋んない、いつ何をするとか言わない、人間不信だから。寝るか。ゆっくり寝よう。デイジは最近ミタロウいたわらなくなってるな、いじめてばっかりだし。ちなみに福岡県は梅雨入りしたそうで大雨が降ってる模様です。お風呂つけてゆっくり休んでね、だって。痛い痛い痛い、腰痛い、マジで、しんどい。四国もない、欲しいね、もう。迎えに来てくれてもよくない、こういうとこなの。だってさ、ロマンチストな人だったらさ、これがさ、キムタク主演のさ、映画とかやったら、ちょ待てっつってさ、デリリリリンデリリリリンデリリリリンってさ、なんかいいシーンやん。顎ばっかベラ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 、カニがカニが逃げちゃう、最拒否をどの子にどの子にとかじゃなくてさ、一人になってさ、エミリーを探すとやったらさ、いつもせんことやけんさ、少し湧くやんね。まじ、うちまでぐち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 ねち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 になってきます。内側とかあったらそうするっちゃけど、キュンってしちゃうやん。愛する女ばい。誰がぐちぐちタイム、うち？なんか求めちゃうよね、自分が弱ってる時って。仕方なくね。愛してないんじゃない？あーね、間違えたか、お互いに。間違えちゃったか。あ、ぐちぐちタイム？あ、じゃあもう帰りません。ガチガチ帰らん、レンタルルーム行くわ。もうええわ、こっちやけど家帰らん。私はあのイケメンです、あのイケメンです、絶対イケメン、あの顔っていうより行動がイケメンだと思います、はい、来るのも混んでええわ。白壁行きます、暇なんで、どうでもええわ。
疲れてるなら帰ってくるな。俺の配信邪魔するな。ウケる。ウケる。誰か白壁いるの？いるなら行かない。誰にも絡まずに歌舞伎町を練り歩く。バンになる？なんで？帰らな帰らない、もう嫌だ。だからもう本当に心身ともに疲れてんだって。だからひねくれになっても仕方ないじゃんっていう。覗いてきて、絶対ぐちぐちしてるから。一人寂しく寝とけばいいんだよ。だからあっち行くって、歌舞伎。山吉とか行かない。お風呂に浸かりたい。ホテル。もう目が見えないからね。Wi-Fi のあのマークしか見えないよ。目が悪いんだよ。なんでさ、ご飯食べてんのにさ、頭フラフラするんだろうね、これ。貧血。理由は？今日の朝から。疲れ。気圧。うわぁ、びっくりした。葉っぱが攻撃してきたわ、これが。うん。気持ちの問題。ヘアドライヤーしながら見てるよ。へえ。うん。うわあ。興味ねー。うわ、ごめんなさい。びっくりした。真っ黒い服着てるけんさ、誰かわからんかった。誰かって言うから、びっくりした。本当に今のドキドキした心臓が見てた今。なんかメニュー表が置いてあって見たら、プロテインサラダボールって書いてあって、わあ興味ねーって歩いたら、後方に人がタバコ吸った。真っ黒い服着たうちみたいなお兄さんが、でびっくりした。あっちも、あ、突進してくるって思ったんだろうね、腹のでかい女が。
目が悪いからさ、お腹押されて神経圧迫されて血流悪くなってる。あー、なんかほんとお腹を、はい、大きくなって、それはありますね、多分そうかもしんない。あって言ってたよな、あっちも。やばいよね、しっかりしろ、しっかりしろ。ってことで、レンタルルームにそろそろ着くかもしれません。歩き継ぎ良くないよね。ひー、目が悪いと頭痛くなる人もいる。なんかうちコンタクトしてたら合ってないのか頭痛くなって、だから撮ったんだよ、ほんとちょっと2時間ぐらい前から。怖い、マジ。葉っぱとか攻撃してくる気がする、今日。あまちゃん、そう、お散歩してたの。おしっこしたい。あっちもイライラしてるの。いけるんだけど。別に会話しないからいいよ。No talking anymore. Talking ever. Never ever ever. Talking to him. Ever. We ever ever ever. Getting back together.すいません、トイレ。でなんかさ、 DM もさ、あれなんだよね、なんか10件ぐらいこう、ね、多いとか来ちゃうときがあって、一件一件マジで真剣に返してると1、2時間かかっちゃうから、なんとなく言ってることわかるときはハートだけで返すときもあるんですけど、結構ね大変ですよね。一生懸命一人一人に向き合いたい気持ちあるんだけど、だからなるべくならこういうところでね、基本本音でしか話してないから、配信の時にこう話し合えた方が、俺ほんとその一言に対してね、100言ぐらいで返せるから。いやいやいや、すごい。あれなんですよ、ほんと全員すんごい返して、お世話になってる人にすんごい返したいんですけど、たまに寝ちゃう。いや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 、いいやつじゃないんですよ。すんごいそうなってるからすごい返したいんですけど、言いたいことも言えないし、言いたいことも言えないっていうか、文字が多くなりすぎちゃっても、すごい長文で書きすぎちゃっても、なんかうざいだろうなと思っちゃうし。リカちゃん寝る。
そのね、なんかやっぱ配信のネタになったらありがたいからね。そういう配信しかできないから。ルさんは多分感情を読むのが下手なのかもしれないね。わかんない。お互いね、なんて言ってるかわかんないし、もうこれが台本に見えるならうまくやれてる方なんじゃない。台本に見せたいよ、全部全部すべて台本に見せたいし、すべて謎に包まれるように話したいけど、そこまで頭が良くないし、組み立てもできないし、だいぶ愚痴入れてる方じゃないですか。幸せですよ、こんなみんなに話聞いてもらえて。普通の人だったらね、こんなに話できないからね。帰ってきた。すごい幸せな環境じゃないですか、僕は。配信に出会えて俺は本当幸せだと思ってますよ。何でも話せるもんね。ついてるよ、ライバルだから。こっち来て。やだよ、こっちも。お尻痛いもん、腰が痛いもん。こっち来てよ、もう。電波悪くなっちゃうんだよ、こっち、そっち行くと。さっきもマリオとそっちに行ったらさ、電波悪くなっちゃってさ。配信のこと考えたらこっちにいるんだよ、常に。俺だって本当は家の真ん中で配信したいよ。家の真ん中じゃん。だからそっち行くと電波が悪いから、ね、配信できないから俺いつも窓側にいるんだよっていう話。っていう話。聞いた？そういう話。ってことで、寝まーす。電波いいだってよ。そっちはね。うん。どこも悪くなっちゃうんだよ。また電波悪い。ちょっと移動しただけで電波悪くなるのか。もっと飛びしてる？たまちゃん帰ってくるの待ってる。待ってるかな。福岡帰ったら優勢疲れるよ。さ、マニアの時も一緒だけど、携帯が2つ並ぶと電波が悪くなるそんなちょこっとしか動かしてないのにそんな電波悪くなる。あ、サプリ飲まなきゃ。声が聞こえない。大丈夫ぞ。入り直したら治った。電波が取り合っちゃうのかもしれない。ぶつかっちゃうのかもしれない。マリオの時もさっきさ、電波悪くなったじゃん。一回入り直したら治るらしい。YouTube と YouTube だから電波悪い。そう、電波競争に負けるんですよ、俺の携帯。ドコモなのにね。治った。入り直したら治るらしいよ。入り直したら。
こうかかってんだから。おーすごい名前。魔法少女ロージーアリエルちゃんのチャンネル。入り直したら直った。いらっしゃい。シャットダウンしてた。似合う水色。歯磨きしてない。しない。まずマリオと介護の仕事やった後にやる前か。ありがとう。介護の仕事やる前に、デリヘルのお店で働いたんですよ。そしたら、デリヘルの女の子は。パンツ見えちゃった、思いっきり。髪の毛やってほしいって言い始めて。パンツ見えた？それで初めて髪の毛やり始めて。絶対見えたよね。あの頃が一番楽しかったかもしれないね。毎日配信しない、週に2回3回。見えてない。本当？見てない。あの頃が一番楽しかった。で、介護やめてからだね、やっぱり。見てない。減らしてからとか。え、ルイスさんの方は映ってないよ。せいちゃんいた時も配信、俺介護行ってましたもんね。絶対見えた。週に2回ぐらい。キョピちゃんよろしく。キョピ、なんで？なんで？わかんないならしょうがないなって感じ。じゃあみもまた外行く。なんで？くそしね。くそちび。くそちび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 。むかつく。くそちび。いや、わからん、うちも。むかつく、マジもう。気使ってないよ。あと喧嘩ってんのってか、マジでずっと一日中くさばれ。くそちび、怖い怖い怖い。おっさんかい、おっさんかい、よろしく。
愚痴言いたいから外行ったんだろう。黒じゃない。お口もぐもぐしてた。うち意識してなかった。やばいね。ライブ行った。かぶせるなってこと？ああね。じゃあ割ればいいの？なんかあったらすぐ外行くんだよ。本当にガキだよね。出て行ったエミ太郎が騒音しております。騒音ってなんだ。知らない。鍵わかんない。あっちもうちの悪口で溢れてるでしょ、コメント。うん、まあ、それも見たくないから配信聞いたくないの。うん、エミリーもんだねって。どんな配信したら楽しいかね、今から。そうそうそう、うち嫌われてるからね。うん。多分うちの大量のアンチがあっちで、ウェーって言ってんだよ。ウェイ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 みたいな。ここで帰ったらさ、うちブロックしちゃうじゃん。だからウェイリジ先生言ってくってゲームしてるみたいなね。絶対ミコさんってあっち寄りでしょ、うん、あっち行けって感じ。カジさん、カジです。関係ありません。でしょ？エミタアンチで成り立ってるでしょ。いや、エミタアンチの方が多いんじゃない？知らんけど。いや、見たくない。なんか切らない。でしょ、エビ太郎アンチしかおらんでしょ。
言いたいことをお互い言い合えたらいいよね。今日は何も考えず寝よう。何も考えたくないね。見たらネタで一段稼ぎしてる。じゃあこっちってルイージネタで一段稼ぎしてやる。あーめっちゃ無意識だったわ。唇も皮をねこう剥いじゃうんだよ。あ、そういえばここのやけど今日かさぶた取れた。わーい。エミリさんもレイジさんもなんだかんだ言ってもお互い好きだから一緒にいるのできれい。どいつもいい加減激中しなさい。あっちにも言いなさい。それをうちに言ったんだからあっちにも言いなさい。エミリさんもリージさんもってな。宿題です。キムノンに宿題です。あっちにも言いなさい。先生からの回答あっちにも言いなさい。ピキッ。うんそうだよ。うちはもう今日ひねくれモンスターだからパンツつったし、パンツつったから非公開にするし、これも。うん。コンディション悪いし。だけでありません。いや今日はねとてつもなく激しめ。DGCH 見てごらん。外おるけ。そうだね。うちわがままだけどね。確かに。もう今日は素直になれねえ。無理。あれのごとくいっちゃう今日。ベーコンエピ。ディン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 みたいな。あまちゃんありがとう。何クールダウンって何？ステラエミさん、ステラおばさんって言ってるもようなもんじゃん。熱冷ましてる。いや疲れてんだよ今日は。もう待てってるのって何？お、キムのよくできました。
配信ではかぶんない二度と。え、いいよ別に。ひねくれすぎてマジ、うん、うまい。ひねくれてるって感じ。別れるとか付き合ってないし、うん、結婚もしないし、もう会うことないし、彼氏できたから今付き合おうってきた。え、いいよって返した。うん。いいよって。何時に待ち合わせする？って迎え来てって感じで、今いないよ、クローゼットない、ベランダならいいよ、今のうちだよみたいな。パンツ脱いどくねーみたいな。パンツ脱いどくねーみたいな。喧嘩は してない、うん。抱き枕めっちゃ楽だからさ、一緒に寝てるときね、なんか足をね置くのが好き、あっちの体の上、うん、今ねちなみに布団をね挟んでる、両足の間に掛け布団をね挟んでる。昔からそういう寝方、うちこう足の間に布団挟むみたいな、毛布とか挟む。抱き枕はちょっとあれやけど、実家に帰ったらヨギボーがあるからいいかもしれん。ほんと？みんな一緒じゃん。あ、バグったコメントが。DGCH で配信してる。ぶっちゃけ、まあなんかいきなり話変わるけど、モデレーターも少し整理したんだよね。うん。モデレーターさんも整理したりして、 NG ワードとかも整理したり、結構ちょこ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 やってる。
そうそう、ここだけの話っていうか、ひそかたはなんかツイッター流れてきたけど、やっぱなんかつわりがきついみたいだね。めっちゃラグってますよ、愛さん。岩さんは忙しいんじゃないかな。まあみんな波があるからね。まあ、モデレーター全解除してもいいんだけどね。全解除しよっかね。いや、あちゃんも無理せんでいいよ。来れる時でいいし。まあ自由にしてもらって。マジ顔のたるみ気になる。顔のたるみ。アンチコメブロック、ブロックっていうか、ブロックはできんけど、タイムアウトとか削除はできしてもらえる。コメント削除とか。ルイージの気持ち分かってる。え、何？あなたの気持ちも分からん上に、ルイージの気持ちも分からんけん。じゃあルイージの気持ち説明してもらっていいですか。100文字以内で。やっぱぶっちゃけ分かっとるけど、なんかうちも素直になれんけ今。海藻に浸りたかった。浸ればいいやん。枠譲ってほしかったって。じゃあそれをうちに言えばいいやん、愚痴じゃなくて。離れた後にさって言うのは違うんだな。もうみんなに見せたい。赤ちゃんめっちゃ動くのをみんなに見せたい。もうすごいから。ドゥルンドゥルンドゥルンって動く。お腹。ちょっと今パンツ一丁やけん見せれんけど。うちもどうしたいかわからん。帰ってきたら着るんじゃない？着るよ。
別にマリオさんと喋らなかったとか、だからそういうのじゃなくて、あの誰とも会いたくなかった。うん。早く赤ちゃん欲しい。できますように、できますように。すんごいんだから赤ちゃん、ドゥルンドゥルンって。人に気を使えないくらい疲れていました、ごめんなさい。テレサと喋った。テレサって誰？青山テレサ？テレマ？テルマか。青山、青山テルマ。マザーテレサ？マザーテレサ死んどるやん。うまさんはね、いつも自分で消すの。めっちゃ意味太郎あげやんな。腰痛マジで。ズキズキって感じ。マジで腰痛い。腰と尾底骨人に気を使えないほど疲れていました、ごめんなさい。マジ疲れた。骨盤ベルトあるけど、骨盤ベルトすると苦しいし、でマジ腰痛い。痛みが増してきた。妊活してる人のために陣痛中にエミ太郎が赤富士書いてあげたよ。赤富士って何？赤富士ってなんだ？わからん。うん、汚れてない、セーフ。うん、やっていける気がしないね、小山健二と。
そう、彼氏いるから今。彼氏います。切れません。
あ、パンツ見えてて、パンツ見えたもん。あ、そうそう、パンツ見えたから非公開する。今、彼氏待ちです。彼氏待ちです。彼氏待ちです。バグってるコメントが。寒い。寒い。長袖。あるけど、これが楽。かわいいし。配信切ってもいいけど、怖いんで切りません。もし誰か、はい、この家に入ってきたら切ります。NOM は姉に送りました。あ、美和さん来てる。美和さん、状況がわからない。あ、2人とも疲れちゃって、なんか2人とも素直になれない、素直になれないっていうか、なんか険悪な空気です。今日一日ずっと。こちらからは以上です。気象情報をお送りいたしました。あ、台風が来ている模様です。一旦、スタジオにお返しします。虹色のキャリーケースはサイモンさんが持ってます。なんかルイジかわいそう。じゃあ帰ってくればいいじゃん。帰ってきなよ。わかる。ルイジかわいそうな気持ちもわかるけど、うちも疲れちゃったもん。眠ればいいじゃん、別に。花飾り見えてきた。あー、これ壁近いからワンちゃん聞こえちゃうかもしれない。そう、疲れてるとね、イライラしちゃって余裕がなくなっちゃう。うちも本当優しくしたいけど、甘えたいけどさ、一回寝なきゃ無理かも。そんぐらい疲れちゃったわ今日。産後痛、まあね。
そういう時話せないでしょ。うん、そんな感じ。うちもたいけど、誰かいるまで寝ない。で、絶対これも非公開にするから。もクリーミーさん、こんばんは。なんかお互い意地悪になっちゃうよね。わかる？そういう時あるよね。素をさ、出し切っちゃってるからさ、だめとも話さない。気持ち悪い、吐き気する。じゃあ幸せって何？うすしおさんにとって聞くけど。いや、寝てないです。あ、少し寝たか、30分ぐらい。昼だって帰ってこないじゃん。何してんの？幸せの価値観、一つ、ほんとそれな。気分悪い。ガチで吐き気してきた。気分悪い。切って血を流してあげたら懐深いところしてる。切ったところ帰ってこなさそうじゃない？なんかそんな気がするんだけど。帰ってきたら切るよ。帰ってきたら秒で切るよ。もう気分悪い。これ充電器届かないんだもん。
腰痛いし。今日だけ頑張って死にてあげる。なんでテンション上がってたの？楽しそうな配信してるってこと今。疲れて気を使えなかった。そんな感じです。おじさんは女の子探してて可愛い子がいたみたいだよ。ひどいね、女の子とでテンション上がってんの。じゃあ言っといて二度と帰ってくんな、この家をうちがもらったって。鍵も閉めます、チェーンもかけます。初見です、こんばんは。鍵かけます、今から。ちょっと待って、パンツ見えちゃうから。鍵かけます。どうぞ、いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。なんかさ、コメントがさ全然あの反映されなくてさ、なんかうちフィルタリングみたいなのかけてるみたい。うん、なんか承認待ちですめっちゃ出てくるね今日。なんか変なとこチェック入れちゃったかも。今日もお疲れ様でした。で、誰か歌舞伎町いるの聞きたいんだけど、誰かさ いるの男の人とか。最後にさ気になるんだけど。
張り合えるよくないよ。ムカつくもん。積み重ねどんどん嫌になっちゃう気持ちが。ありがとう。分かってくれてありがとう。女のラインもらった。じゃあうちも男とラインします。誰にしよう。赤ちゃんめっちゃ動くんだよね。みんなに見せたいけどね。赤ちゃん赤ちゃん
え、ミュールって人はなんかうちの枠にも2人ぐらいおった気がするんだよね。知らんけど。わかんない。気持ち悪い。吐き気する。まあ、今度帯同はなんか動画撮れたら動画見せるよ。赤ちゃん動いてんだよ。動いてるけど今はあの見せれなかったね。あ、今めっちゃ動いた。横になったりするとめっちゃ、あー、コスモス、あ、そうでしょ。エミトロちゃん、引っ越し準備大変だから疲れたのにゆっくりです。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。コスモスさん、コスモスさんがアラブの石油をビルゲイ、ソットバンク、ソモスし、コスモスさんがいないとできない。赤ちゃんも一緒に動いた。コスモスさん、コスモスさんでぐるんぐるんって。ありがとうございます。コスモスさん、すいません寝たままで本当にごめん、申し訳ない。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。嬉しいね。すんごい動いてるんだよ。赤ちゃん、またパパ、どっか行っちゃった。また二人きりだね。もしかしたらずっと二人きりかもね。赤ちゃん、パパがまた女の子探してるんだって。どう思う？女の子のラインゲットしてテンション上がってるんだって。赤ちゃん、どう思う？やばいよね。いや、部屋戻ってきても鍵閉めてたもん。戸締まり大切だし。鍵わかんない、持ってないのかも。わかんないですね、何持っていたか知らんから。
でも誰か来たらステッカーあげるよ、ステッカー、ステッカー今なら3種類あげます。あ、おやすみなさい、コスモさん。赤ちゃんに言っちゃダメか。あーね。うちのアンチか。どうしようかね。だから誰か黒川ハーツ来たらステッカーあげるって。ステッカー、言ってない、そんなこと。また虚言言ってます。うちが本当、じゃあルイージのポーチの中に入ってるやばいものを晒します。お願いします。お願いします。いいえ、やめません。集まれ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 。集まれ集まれ。デパスどころじゃない。無理だね。無理。ああ。
まあこんな閲覧じゃさらさねえけどな、どうでもいい。いや、そんなとこ映さんね。あれ、出てきたやつだ、ベッドの下から。クソチビだよ。帰ってくんね。地獄に落ちろ。あ、じゃあ見せよっか。みんな、電話の用意ね。電話の用意。雑音たき聞いてる、電話の用意して。電話の用意、おまわりさんに。電話の用意しとけ。逃げる、レイジ。逃げろ。あ、うちが潰したって、お前は。あ、じゃ、とことん潰れろよ、これね。とことん潰れてみる。本当の潰れるって意味をうちが教えてやるよ。CM。 うちはタバコ吸ってんだよ、うちは今よ。うちは一人で出かけます。出かけます。バイバイ。警察来るかもしれないんで、マジで出かける。じゃあねー。